ローリース・ジェームズさん、悲しい姿で発見される。本日チェルシーで体力テストが実施、マロ・グストが首位に輝くが。そんなグストを見つめるリース・ジェームズが話題に。リースはお腹が大きすぎる。なぜ彼だけロックダウンから戻ってきたばかりのようなのか。グストは彼のバックアップになるはずだった。リースはグストのレベルに到達するために自分自身を超えなければならない。グストはいいが、はっきり言って絶好調のリース・ジェームズに勝るプレイヤーはいない。早く体型を戻せ。なお首位はグスト、2位はチルウェルだった。グストさすがやな。やっぱサイドバック組はすごいな。クとギャラが入れたらどうなるんかみてぇな。南米勢帰ってきてからが本番です。確かチルウェルは去年優勝してたよね。だから総力系はムドリクてめぇが取れよ。走りもダメか？リース不要。来季からのチェルシーは脅威だよ。昨シーズン後半見てなかった？マレスカチェルシーは未知数な分かなり怖いよな。選手層は揃いすぎてるくらいだから確実に強くはある。マレスカ相当なサッカーオタクらしいね。もうチェルシーの選手の特徴とか把握してるらしいしめっちゃ期待やわ。来季のチェルシーは絶対怖いわ。3年目にもなってただの寄せ集めなわけないもんな。リース、逆転はそれは本当にダメだぞ。